大丈夫？体調崩さないように体調崩さないようにね。宝塚記念3連弾乗りました。うおーすごい。そうですね、今日宝塚記念がありましたが、はい、まず私はもう馬券内でも、はい、ないので本命が、はい、なんとも言えないですね、もう、はい、残念でした。私は残念でしたが、はい、もうね、切り替えて、はい、もう G1 はないですけど、上半期終わってしまったので、また秋じゃないとね、ないですけども、切り替えて、切り替えましょう切り替えましょう。タイトルホルダーめちゃめちゃ強かったですよね。ちょ、よし、オッケー、オッケー、オッケー。見えてます？あ、見えてますか？よかった。岐阜の Wi-Fi は頑張っていますというか、今のは一回閉じただけなので関係ないですよ。皆さん大丈夫ですよ。画質悪い？マジか。なんでだ？エクボは何個ありますか？え、わかんない。2個、2個かな。あ、そうだ、アバターゲット今日もやるんだ。今日もやりますね。でもちょっと SK のメンバーがやってるうちにやらないといけないので見ます。今誰も配信してない？じゃあダメじゃんじゃあダメじゃん。誰か、誰かやらないかな。監視できるメンバーって言い方やめて。多分おしんさんね、今日ね、多分できないと思うんですよね。わかんないけど、今日しりさん配信してた？してないよね多分。あ、お昼にやってたよね。やっぱそうだよね、多分ね、今日ね、多分できないんで。なぜ青木さんのスケジュールを把握してる？え、おしりさんに聞いたからおしりさんに聞いたから
ソシリさん遠くに行っちゃったから、そう、スパイしたな、スパイじゃないよ、あんなスパイファミリーみたいにロイドさんみたいにできません。ゆきちゃんに鍵を預けてましたね。あ、そうなんだ。じゃあゆきさんがガムちゃんのお世話してるんだ。遠くにいてもってやめて。やめて。なんかいい曲なのになんか笑ってきちゃった。ごめんね。いい曲なんだけどな。タイトルホルダー予想以上に強くなってた。そうですね。あとあれですもんね、凱旋門に登録してるよね確か、ドーデュースと。なので楽しみですね。監視できるメンバーいそうですか？監視じゃないよ。でもさ、誰もやってくれなかったらもう配信以外でやらなきゃ。誰も配信してないね。私だけなんだ唯一。後輩に電話して。そんなことできないよ。ダメダメ、そんなのダメダメ。今日は阪神にいたの。あ、出たそれ。それ出たぞ。よくないぞそれ。ヨッシーフェイスでしょ。見ました見ました。なんか11着とかじゃなかったっけな。ねえ、よくないよ本当に。誰、本当にやめて。笑っちゃうよね。素晴らしい名前。いや、すごい素晴らしい名前だなと思いますよ。思うんですけど、なんかそっからなんかさ、なんか彩香の顔をなんでこうは、なんていうの、重ね合わせると言いますか、なんか違うんだけどなみたいなのあったんですけど、うん、馬主ではないよ私。馬主じゃないですか。もう認めてって。認めませんよ、よくないよ本当に。応援して本当に、やめてください。風の谷の彩香というものが、ああ、それさあれだよね、最終レースで走ってたよね確か、中京かなんかの。違ったっけ、あの先々週ぐらいの時、わかんないけど確か。あ、本当だ、私のアバター出てる、同じだ彩香と。ありがとう、ありがとうございます。本当に SK の子は誰も配信しないのかな、誰か誰か。生誕 T シャツは皆さんにいつ頃届くんでしょうかね、わからないけど。
ゆきさんがそのうち配信するかも。え、いつ頃配信するんだろう。いつ配信するのかな。聞いてみよう。最低、先輩に圧をかける。いつショールームしますかって。ショールームしますか今日って。どうなんだろう。わからない。ゆきさん、ゆきさん。帰ってくるかな。パワハラじゃないよ。パワハラってかやめて。今日ショールームするか聞いてるだけ。どうなんだろうなみたいな。でもガムちゃんのお世話で大変そうですからね。わからないですね。するかどうかわからないです。今ツイートしてる？今のとこ誰もやってないね。はい。やめて。こんばんは、ありがとうございます。なおさんかエゴさんに聞いてみたら、いや絶対ダメです。絶対ダメです。怒られます。怒られる怒られる。でも今日あれですもんね、ゆきさん試合してたからあれですよね。今日は個人的にやります。昨日は誰かが配信してたら個人的にやりますね。はい、ゆきさんは怒られないというかあれなんですけど、でも優しいんできっと何も言ってくれないと思うんですけど、思っててもね。はい、あ出ました、136日、イエーイ、ありがとうございます。いつも見てくれて。ありがとう。ありがとうございます。すごいね。136日か。あのケーキから36日。そう、確かに。ケーキ食べたね、100日は。はい、ありがとうございます。なんだかんだ続いています。なんだかんだ。はい、まあでもツアーの時とかは、まあツアーまで続けばの話なんですけど、もし続いてたらツアーはね多分配信できないかもしれないですね。続いてたらの話なんですけど。まあ、チケット満タンなんでね。早朝配信はもうすごいひどい顔をさらさないといけなくなるので、それは申し訳ないなっていう、まあ、自分もちょっとあれだしファンの人にも申し訳ないなっていうのもあるので。
そうですね、そんな感じでございます。コンサートの休憩時間に、いやでも何かあったら怖いので何かあったら怖いんで、まあ、分かんないですけど、まあまずあのそこまで続くかって話なんですけどね、はい、まあ、そこまで続くかって話なんですけど、はい、そんな感じですね。はい、ということで皆さん短い時間なんですけど、私はちょっとこの辺にしたいと思います。はい、最後のガチャはあの誰かしらやってたら自分で投げるので、はい、また明日誰が出たか教えますね今日もありがとうございました。皆さんありがとう、バイバーイ、ありがとう。